電圧制御増幅器もしくは、可変利得増幅器は、制御電圧に依存して、利得を変化させる、増幅回路の一種。制御電圧は、コントロールボルテージを略して、CV と書かれることも多い。オーディオレベルのコンプ、シンセサイザー、振幅変調など、応用例は多い。簡単な例としては、機関ループに光依存性抵抗を備えた、典型的な反転オペアンプ構成がある。 増幅器の利得は LDR に入社する光に依存し、この光は LED に寄り出されたものであるので、増幅器の利得は LED に流す電流によって制御することができる。これは光オーディをコンプレッサーで使用される回路と類似している。まず最初に増幅器の利得を決める電圧制御抵抗を作成することで美化を実現することができる。 VCR は興味深い回路要素の一つであり、ヤフェットに単純にバイアスをかけることで作ることができる。この方法で作られた VCR は、VCR2N などの個別素子として得ることができる。オペレーショナルトランスコンダクタンスアンプを用いている回路もある。音声アプリケーションにおいては、耳が音の大きさを感じる方法を模倣するために、対数入れ特性魚が使われている。 デビッド・ E ・ブラック・マーの DBX という会社の202ビカは最初に実現に成功した対数ビカである。ミキシングコンソールの中にはコンソールの自動化のために各チャンネルにビカを備え付けているものもある。伝統的にオーディオ信号を直接制御しているフェーダはビカの DC 制御電圧になる。フェーダで使用できる最大電圧はビカグループという一つまたは 複数のマスターフェーダによって制御することができる。ビカマスターフェーダは割り当てられたすべてのチャンネルの全体レベルを制御するものである。ビカグループは普通、ミックスの様々な部分を制御するために使われる。ビカマスターフェーダを使用することにより、楽器の配合に影響を与えずに、ミックスの一部を上下させることができる。 微価サブグループの利点としては、各チャンネルの利得レベルに直接影響するため、微価サブグループのレベル変化が、チャンネルレベルだけでなく、ポストフェーダミックスに送られるすべてのレベルにも影響する点にある。従来のオーディオサブグループにおいては、サブグループマスターフェーダは、メインのミックスに入っていくレベルにのみ影響し、ポストフェーダミックスには影響しない。楽器が、 サブグループとポストフェーダミックスにデータを送る場合、サブグループマスターフェーダを完全に下げると、楽器自体の音は聞こえなくなるが、ポストフェーダミックスの一部として、残響やコーラスが聞こえる。ビカを用いたミキサーの方が長持ちすることが知られている。なぜなら、ビカは、物理、フェーダではなく、オーディオレベルを制御するが、 時間の経過によるフェーダメカニズムの劣化は、オーディオ品質の低下を招くことはないからである。デジタル制御増幅器はデジタルに制御された、可変利得増幅器である。段階的なアプローチを利用して、回路に利得選択の段階的な増加を与える。行う方法はいくつかあるが、どれにも共通する要素も存在する。最も基本的なものは、期間抵抗に接続された。 トグルスイッチが2つの離散利得設定を与えるものである。これはコンピュータによる制御機能ではないがコア機能についての説明である。8個のスイッチと8個の抵抗を基幹ループに備え、各スイッチを切り替えることで抵抗の仕様の有無を切り替え、増幅機の基幹を制御している。各スイッチがリレー回路に置き換わった場合、リレーをアクティブにするマイクロコントローラを利用して、 望んだ量の利得を達成することができる。リレーは適切な型の電解効果トランジスタに置き換えることで機械的性質を抑えることができる。CD4053 層方向 CMOS アナログマルチプレクサ IC やデジタルポテンションメータなどのデバイスもスイッチングの役割をします。スイッチと抵抗の量を最小限に抑えるために複数のスイッチをアクティブにすることで 抵抗値を組み合わせを利用する方法が取られている。ありがとうございます。